はい、どうも皆さんこんばんは、ポッキーです。今回ですね、アンチャーテッド4やっていきましょう。前回のパートの続きで洞窟に入っていきまーす。何が待ってるんだ。もうサム行っちゃったからね、先に。水冷て、冷てえな。だいぶ、あ、いた、サム。だいぶ寒いぞ。ここ通れそうだぞ。本当に、どこ、ここまあ通れるね、余裕で。来い、行きましょう。こっちだ。こっちだって分かってるわ、サムは。朝食べ過ぎないでよかった。サムに教えてもらったからね。よし、石の階段、よし。これどう見ても海賊の洞窟だよな。あー、階段使わねえ作戦、さすがに無理か。俺は階段なんて使わねえって言おうと思ったけど、さすがに無理でしたね。ドアか。マジか。どう見てもそうだな。ね、見ろよ。なんか仕掛けあるパターンか、これ。ぬめっとしてる。おい、抜けなくなるとかやめろよ。じゃあちょっと引っ張ってみろ。は？罠だったろ。もう手は入れてんだし、今さら何言ってんだ。ああ、腕がなくなったら。本当だよ。服をつけてやるよ。あら、引けよ。フックね。よし、引くぞ。気をつけろ。おお、ほっほっほ。どうも。今のドアいいね。この横に転がる。興味深い装飾だな。資格ある者には楽園が待っている。資格なき者には残酷な運命か。エイブリーは詩人よりも海賊に向いてるな。これエイブリーじゃない。え、なんだ。見ろ、ロードアイランドの海賊、トーマス・テュー。そんなはずないだろ。これはテューの印だけど、やつはエブリーと艦隊を襲って死んだ。ああ、資料ではそうなってたっけな。もしこれがテューの印なら、エイブリーの財宝とのつながりは何だ。何？いい質問だ。池上彰、いい質問ですねみたいな。なあ、こいつら誰なんだ。多分しくじったやつらだろう。メモメモ。エイブリーかテューの脅しなんじゃないか。こういうのには慣れっこなんだよな。だな。どっちから行けばいいんだろう。こっちからからも行けるけど、向こうからからも行けますよね。あの、あぶねえ。あの橋を渡る感じかな。行きましょう。絶対に落ちると予想。うん、お前登っていいぞ。普通に歩いてくれ。カッコつけなくていいぞ。あの橋なんかヤバそうだな。崩れちゃないだろ。完全にあなた雪の女王ですね。レッドイット号が聞こえてきそう。飛べ。わあ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 。大丈夫大丈夫、落ち着いて。大丈夫だ、来い。さあ落ちんなよ。はい、来い。見ても適当に作られてんだろう。平気だって。いや、もう渡り切った後に。やばそう。なになになに、またこれあれか、掘ってんのか。ダイナマイトで。まだ靴の中に石が残ってるってのに。俺は滑り台パターンか。また、やばい。いや、やばくないぞ。落ち着け。よっと。よく見れば大丈夫ですね。俺、これもうプロじゃない？いや、プロ以上だよ、もう、人間じゃねえよ、もう、もはや。で、テューはこの場所をエイブリーと作ったのか？理解できない。ああ、俺もだ。宝を隠したいはずなのに、他のやつを巻き込むなんて。まあ、仲間だと思ってたのかもな。それでディスマスの十字架も送ったのかも。ああ、で、テューが宝を持ち逃げした。まさかそんな。まあ、すぐに答えがわかるさ。よし、では行きましょう。その答えを探して。崩れないって言うけどね。わあ、なんだ、やばい。まあ、あっちには戻れないな。やっちまったな。落とし穴に落ちたってわけでもないし。まあ、落ちたみたいなもんだけどね。この床を踏んだら、この転がる石すご、あの扉すごくない？すげえな。すごいかも。すごいかもって。ああ、
登れんのこれ。登れないか。どうしたらいいんだろう。スイッチがあって。よし、ある。じゃこいつの手を取るぞ。おお。罠だったところですね。テスト。しん。でこいつは失敗したっぽい。なるほど。失敗したら串刺しというわけですね。下に何かあるぞ。下に何かある。なるほど。わかりました。だから水を汲んできてここに入れろってことでしょ。多分。バケツに。まあ、とりあえず汲みに行こうか。銭湯行ってきます。そういうノリです。水汲むか。うわ綺麗な水。いいね。よし入れたぞ。よし渡してくれ。どうからそっちかい。こっちまで回ってくれる優しさを見せて。サム頼むよ。気をつけろこぼすなよ。よしあのでかい歯車に戻してみる。オッケー。だいぶ寒いはずだよ。だってこんな雪とか積もってて凍ってるところでさ水に入るって。何の歯車だ。え？よし、なんとなく分かってきたぞ。十字架と関係ある？ああ多分これはキリストとディスマスとゲスタスを表してるんじゃないか。ああ白い十字架がディスマスだな。ああ黒のはゲスタスだ。ほらね。ゲスか。サム、ディスマスはイエスの左だったか。それ前から見てか、それとも後ろから。前だ。だったら左だな。よし、これでいい。だから、切り替えればいいってことでしょ。だから、つまり、これ回したらどうなの？待てよ。レイさん、バケツを置いたときに上で何か動いたぞ。仕掛けとドアが繋がってるってことか。よし、じゃあ上のバケツは OK。 そのままだ。めっちゃ簡単だった。上のバケツは OK ってことは上を動かさなくていいってことか。なるほどね。めっちゃ簡単だった。まだ解けたわけじゃないのか。ん？バケツは上にやって OK で、あーでなんかこの手帳を見て、ああ、この右のこの、これか。右が黒。で、真ん中、上が大きいやつで、左が白に合わせると。わかりました。これで、こうやってここに入れて、この右を動かせば、完璧にパンプキンです、絶対。いくよ。はい。これでいいはずだ。よし。やってみるか。ほんじゃ、サムがスイッチ引くの？いやいや、そんな、その楽しみはお前に譲ってやるよ。いやいやいや、お前が引けよ。おいおい、もう怖いよ、ほんとに。頼む。いや、合ってるはず。え、怖っ、これ。めっちゃ怖いじゃん、もう。おおおおお。何？正解っぽいね。姉さん、見ろ。正解だな。よかった、よかった。罠のことならネイサン・ドレイクにお任せ。上の方までさ自力で上がってさ、今のやつがテストなら水を流した方が良かったんじゃない？試すつもりだったんだ。水汲みか。ディスマスを知ってるかだろう。エイブリーと仲間たちが大好きだったみたいだからな。簡単なテストだな。これだけじゃないのかも。なるほど、まだあるかもしんないってことか、テストは。どっちだ？奥か？よし。うわ、なんかすごい道が分かれてますね。おお、怖っ。水になら落ちても大丈夫そうだけど、死ぬんですよね。よし。なんかある、なんかある、なんかある。そっちへ飛ぶ感じかな？よし、一応やってるか。
ほい。行ってきまーす。右でいいよね、これ。よっと。なんかあんぞ、上に。台車みたいな。あれを持ってきて上がるパターンかな。来いよ、上げてやる。行くよ。早く来い。よし、あの崩れた橋まで行けってことか。なるほど。だろうな。道を探すか。崩れた橋ね。押してくれるはず。危ないぞ。オーケー、気をつけろ。よっと。いいね、身軽だね。あ、こっちから行けないのか。え、そっち飛べんの。ついてこい。あ、危ない、びっくりした。ないかと思った、死んだかと思った。焦った。今回はサムについていくパターンか。オッケー。もっと楽に行けないもんかね。人の後を追うのは得意です。足が崩れてなかったらもっと楽に行けたんだろうけどな。数百年遅かったみたいだな。さあ、どんどんサムをストーカーしていきましょう。よし、完璧。体勢を低くして。俺こういうとこ絶対頭当たるんだよね。気をつけ。いて。ああ、当たっとるやん。そっちがな。うるさい、光が見えるぞ。俺の光じゃなくて。俺のライトの光じゃないよね、それまさか。地下墓地か。わお。なるほどね、聖堂の地下だし。あ、ネズミがいる。ネズミかわいい。チーズあげたいな。こっちから行けってことなんじゃね。気をつけろ。はいはいはい。はい？向こう飛べるか？無理そうだよね。あ、こっちか。ちょっと。よし。ゆっくり。何？ムビだ。嫌な予感しない？ちょっと待て。宿舎の方はどうなんだ。あの手の込んだ墓石ぐらいですよ。集会場付近は掘り起こした？終わりました。北西側も完了してます。南側はどうなってるんだい？手つかずです。クレーンを運ぶのに1日かかります。ナデン取り掛かった。クレーンなしでも調査するんだ。直ちに数名向かわせます。いいだろう。ライフ、写本の方はどうなんだい？ちょっといいか。また報告して。わかりました。聞いた？聖堂の地下に部屋があったんだよ。ああ、聞いた。見たのか？いや、なんで？発掘作業のおかげで消えちまったよ、ほとんどね。みんなダイナマイトが大好きだ。最高級の装備を持った荒くれ集団。でも1ヶ月かかる仕事を2日で終わらせたんだよ。それやべえな。終わらせた？瓦礫の山にしといてか。そう、わかった。どうも。過激なことをするときは事前に報告させるよ。それか奴らにお預けって言っとけ。吹っ飛ばされる前に俺が手がかりを探す。無理だよ、これ以上待ってられないんだ。言っちゃ悪いが、俺の方が経験豊富なはずだ。違うか？言われた通りにしたさ。だろうな。ここを壊したいようにしか見えないがな。まさか、私はオークションの前にあの十字架を盗み出したかったんだよ。あのオークションには頼りになる部下を連れていけないから。オークションで手に入れるのが一番安全だろ。自分の直感に従わず、あんたに従ったらライバル登場する。奴は想定外だね。おびき寄せたかったんだろ。おい、そんなわけないだろう。彼が必要だから。そうだろ。とにかく安全なやり方はうんざり。宝があるなら見つけ出す。もしなければ、そろそろ諦めたら。この女の人絶対失敗するタイプだよね。ビジネスでしょ。そうだな。何かあったら報告する。
何かあったら報告する。かっこ瓦礫の山ができたら。丸木小屋。奴らがお宝を吹っ飛ばす前に行こう。いや、無心は無難だしな。待て、ナディンの言ってたことは。なんだ。お前をおびき寄せるって話。確かに。奴に先越されなきゃそれでいい。気にすんな。でもしそれが本当なら完全にもう来ちゃったよね、おびき寄せられて。よし。あいつら一体どこの話をしてたんだろうな。どっか他の部屋だろう。ここには俺たちしかいない。本当かな。なんか怪しいぞ。あぶね、びっくりした。あんのかした。え、でもさ、この上がその作戦会議したあそこってことでしょ。結構近いとこにいんな俺たち。ダイナマイト仕掛ければよかったんじゃね。で、地面からボーンってやったらばよかったんじゃね。あとこれ何、これお宝違うのか。なるほど。こっちはなんもない。なんでちょっとその姿勢を低くしたの。あ、お宝あった。おお、いいね。あ、上は行けない、下も行かないと。よし、なんか見つけたか、サム。こっちは？あそこは通れないな。うん、そんじゃどうすんだ。別の道を探すんだよ。こっちだ。よし。気をつけろ気をつけろ。おお。ここがこんだけ崩れまくってなかったら、俺たち閉じ込められてたかも。ああ。姉さん、周りを見ろ。見てるよ。マジかよ。これもテストだったんだろうけど。ボロボロになっちゃってるな。よかった、まあ、今目の前の問題はどうやって向こうに行くかだな。確かだに。どうやって行きましょう。これ下降りれそう。無理かな、死ぬかな。いや降りれそうだよ普通に。これだよね。なんだこれ。これは誰かの死体。何人か来てたんだね。ドーン・トレス号船長トーマス・ハワード、やつに踊らされた愚か者だったということを記しておく。ほう、やつに踊らされた愚か者。なんでここで死んだんでしょうね。もうちょっと場所を選んだ方が良かっただろうに。まあ景色はまあ綺麗っちゃ綺麗だけど、なんかちょっとあんまり見晴らしよくないよ。こだわらない男だったんでしょうか。よし行こう。ちょっとあのかなり頑丈そうなシーソーみたいなのを使ってみる。シーソー、どれ。んじゃダメ元だよっ。わあ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 、この小足の天才。さすがです。姉さん止まれ、無理だ、低すぎる。サム乗ってくれ、乗ってこっちを上げてくれ、頼む。え？こっちに戻るんだ、俺が押さえとく。ああ、ちょっと待って、ちょっと、俺が押さえとく。はい、戻ったよ。おお、ちょっと待ってよ。そのうちに、行け！うわ、届いたじゃん、普通に。やった！いや、この高さなら普通に届いたぞ。ああ。で、これはどうする？そうだな、別れだ、ここで。ちょっと待ってろよ。ちょっとね。どうしよう。え、あそこ掴まれんのかな。これ掴まれんの。おい、あの装置見てみろよ。これ何、回したらなんかわざわざこういうヤバい罠を作っちまう。なるってこと。尊敬しちゃうね。それ皮肉。皮肉じゃないって、これは人間の技術の結晶だろ。え、俺はいつまでハムスターしとけばいいのこれ。な、関係あんのこれ。ハムスターしたら関係ないのかな。とりあえずこっちも、はい。なんか変わってんのかな。変わってるか、サム。あ、何が変わってんだ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、登っちゃうか、一回。ちょっと待って。サム、大丈夫？何遊んでんだ。とりあえずこれ使う感じか。よし、重りになりそうなものがあった。いいね。なるほど。
これをあの上に落とすってことをうまく落ちるか。え、動かない。よしよしよし、動いた動いた。結構重いぞこれは。俺より重いぞ。本当かよ。自分より重いものを動かせるとすごくない？よし、いいぞ。おい結構無茶なことすんな。おい、アクロバットか。うん、まあ、宝探しがダメでもサーカスに入れるってことだ。いや、絶対入れるよ。ピエロがいなけりゃな。おい、うん、未だに怖いのか。ああ、そうだよ。あ、これあれか、俺もそっちから降りろってことか。サーカス団どころか、なんか中国雑技団にも入れてくるんですよね。え、嘘でしょ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 、早く早く早く、ポン。よっしゃ、俺ら行かねえ。よし、サンキュー。これでもう一つ終わり。いいね。もうちょいマシな罠にしてほしいな。まったく、俺はもう罠ごめんだ。行こう。すごい進めてますけど、すごいいっぱい壊してますね、物を。この像を見てるとワクワクしてこない。なんなんだ。全然宝を埋めるのに装飾はいらないだろう。手の込んだテストもな。確かに。何か見落としてるか、エイブリーが超暇人だったからな。なんか見落としてんだろうな。またこれか。罠じゃん絶対。大丈夫かな。やるしかないよな。ゲー、ほんとこれ嫌い。また十字架だ。ほう。あ、なんかついたっぽくない？こいつには宝石がついてる。おい、やろ。あうね。あ、なに。いいか。ほう。他に高そうなもんあったか。なるほど。これもテストだ。なるほど。強欲。ああ。そういうこと。よし、それじゃ。きっとコインじゃ。コインか。あ、コインが乗ってるのそれ。なんかベーコンでも乗ってるのかと思った。自信あんの？まあそこそこ。そこそこで我慢。まずは一つだけ。強欲ね。オッケー。一つだけ。わあ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 。火がついた。おお、なんだ。すげえ。綺麗。地図。なあこの形。マダガスカルだ。マダガスカル。すいません。ここの星。キングスベイだ。その通り。キングスベイ。あの野郎。ふざけやがって。何が？エイブリーだ。俺たちはもてあそんでる。ここのはずだったろ。でもお宝は一体どこだな。じゃあキングスベイの次はどこだ。北極か宇宙か。姉さん、資格あるものにはうん楽園が待っている。なるほど。集めていたんだ。集めていた。ああ、仲間を集めてたんだ。集めるって何をだよ。うわうわうわ。嘘でしょ。くそ。二人とも随分想像しい。お前の方かな。ゆっくり。あんたには貸しがある。窓から放り投げてもまだ不満。こいつ。ライフ。ライフ聞こえる？今墓地にいる。奴らここにいたぞ。目の前にいるわよ。何？どこだ。聖堂に戻りな。穴をたどって。すぐに行く。バレないようにしないと。頼むからまだ撃つなよ。じゃあ早くして。キングスベイ。あ、バレた。キングスベイのどこにあるか、それを知るには十字架が必要だけど、使い方を知ってる人間は二人だけ。あんたたちってこと。そう、レイフじゃ時間かかること間違いなし。悪いけど取引はしないよ。十字架像を
十字架像じゃない。何？本来十字架像ってのはキリスト。取ったらやばいんじゃね？なんでもない。触らないで！ちょっと待って、ちょっと待って、こっちだって言われたら、うわーやめてー、嘘、痛い、ちょっと待って、ちょっと待って、地獄が見えた、分かったぞ、こっちか、分かった、よし、やばー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 、ちょっと待って、やばくないですか、皆さん、ちょっと回ってるんですけど、この柱、道ができている、別に神は僕をまだ死なせたくないようだな、やっぱりか。おい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 、こんにちは、ボーン、銃ありがとう、かっこいい、いいね、ちょっと死体撃ち取ったけど今撃ち取ったのかな、危ない、リロードして、どうする、はい、考え中、もう行くしかないよな、上、はい、どっち、上って言ったじゃん、どっちなんだよ、お前はお前は俺にフェイントをかけるんじゃねえ、あーなるほどね、よっしゃ行くぜー、こんにちは、危ない危ない、おい、サメサメ生きてるか、ちょっと待てよ、痛い、超痛いです、痛い、お前バカ、おいバカ、痛えなお前も、いいね、隠れて、はい、はい、撃つ、はい、お疲れ、さあ、蜂の巣をつついちまったみたいだな、やっちゃったな、殴って蹴って火をつけただな、なんもない、何が面白いんだサム、今笑ったけど、こっちかオッケーまだいる、どこ、うわスナイパー拾った、うれよし、うれあいつのスナイパーか、終わりだ、はい、待てよ、あと一人、よし、オッケー、完璧、じゃあ行きましょう、あ、銃弾だけ拾って、オッケー、行っちゃうぜ、止まんねーぜ、ちょっと足場を上がれ、はい、いいからこのまま水辺まで降りるんだ、水辺まで降りる、よし、こっちか、はい、危ない、うわちょっと待って、今のひどい、随分成長したな、今更言うことまでねえだろ、待て、あれ撃ったらいける、あーよし、オッケー、サム行ったの、おお、あいつも滑ってる、おお、お前もいい度胸だな、なかなか、やばい、危ね、間に合った、右、うわ気持ちいい、いいね、こんにちは、どこだ、はい、どんどん行きましょう、爆発させていこう、行っちゃいましょう、待てよ、なんかいる、うわーい、あ、待て、おっ、うわ、何それ海水浴気分じゃねえかよ、マジで、だって上にいる敵を先に倒さないといけないパターンか、これ、よし、どうだ、あー、いいか、よし、撃っといて、はい、で、やったい、死んだみたいなもんだろ、これ、危ない、よし、よし、早く乗れ、サム、乗れ、危ない、よし、出せ、さすが、最後すごいダサかったけど、まあ気にせず脱出成功ということで、ほら、さっきはヤバかったな、だいぶな、あいつら俺の飛行機を撃ちやがった、お疲れ様、はまたガスカルまでどれくらいだ、空振りか、まあな、何言ってんだ、見ろよ、お宝だ、コインか、まずは1枚か、残りはマダガスカルか、ああ、マダガスカルの地図が床に書いてある部屋があったから、あ、きっとそこだ、無駄足になれそうな気がするのは気のせいか、スコットランドに財宝はなかったんだって、
じゃあ何のために来たってんだ。聖ディスマスの十字架は。だから言ってるだろ。エイブリーは仲間を集めてた。十字架は招待状で洞窟は、まあ一種の試練だよ。ほう。じゃあ俺らパスした？おめでとう。眼帯とオウムがもらえるぜ。わからん。なぜ奴らを人を選ぶのにそんな面倒くさいことをする？自己防衛だよ。エイブリーは当時世界一の賞金首だったんだ。なるほど。信頼できる仲間を集めてみんなのお宝を守ったんだろ。ルフィみたいなもんですね。みんなのってなんだよ。いやほら、だからさ、トーマス・デューはすでにナウテの海賊だった。んじゃ彼がエイブリーと手を組むことに何の得がある？きっとエイブリーが十字架を送ったのは自分と同レベルの海賊だけだ。ほう。もし全員が同じ場所にお宝を隠していたら。やばいね、それは。まあそりゃ船一隻ごとき霞んじまうな。その通り。おー、そりゃすげえ。すげえな。それでマダガスカルのどこに行きゃいいってんだ。キングスベイだ。当時海賊のアジトだったとこだよ。知ってるよ、でかいところだ。で、詳しい位置は？それが地図の部屋は崩れちまったからな。ほら。何笑ってんだ。変態だからだ。試練を通過した海賊仲間だ。奴らにただ一つ残るものは、そのコインに。火山が掘られてる。おお。キングスベイの近くに火山があるな。ならそこにひとっ飛びと行くか。行くか。ということで、ご視聴ありがとうございました。アンチャーテッド、次回マダガスカルに行こうと思います。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ高評価してね。じゃあ、ポッキーでした。バイバイ。